他の書類に比べ厚く重く動きが鈍い。そのために窓を開けたのか。何があった、あったんですか。ああ、もう調べ直し。いいじゃん、どうせ書類なんてなくなってないんだし。っていうか殺し屋さんは社長さんを殺してないし、そもそも殺したのはあなたでしょ、秘書さん。は？は？はあ？なんで3回も言ったの。まったく大人の考えてることは僕にはよくわかんないよ。どう見ても犯人の秘書さんとどう見ても濡れ衣の殺し屋さんが揃ってるのに、そこのおじさんは何の行動も起こさない。ねえ、職務怠慢だよ。母上がこの場にいたら今頃犯人を踏んじまって窓から投げ捨ててるよ。女社長を殺したのが殺し屋ではない。この目の前にいる秘書が真犯人。バカな。しかし何かが引っかかっていた。ねえおじさん。少年、犯人がそこの殺し屋ではないという主張わからんでもない。だが被害者の服には殺し屋の指紋が残っていたのだ。10本揃った突き落とす格好での指紋がな。これをどう説明する。またまた。あ、何テスト。そうやってみんなが分かってることをいちいち言わせて後で採点するんでしょ。まったく都会は分かんないな。根拠を聞かせてくれ。うん、分かった。まずそこの秘書さんは窓の下を見ろなんて言って社長さんをさりげなく窓の前まで誘導した。で、油断してる社長さんの背中にドシン、窓から落とした。それに抵抗する社長さんを無理やりって言うんなら、服には突き落とした指紋じゃなくて投げ落とした指紋が残ってないとおかしいよね。でも服には10本の指紋がついてたんでしょ。部屋の前で待ってる時に聞こえたよ。ってことは社長さんは落とされる瞬間まで警戒していなかった。つまり身内の犯行か。よく見ている、よく聞いている。だがそれだけでは説得力に欠ける。たまたま社長が窓の前にいたところをひっそりと忍び寄って押したのかもしれん。こんな風の強い日に一人で窓を開けて。確かに身内の犯行なのに殺し屋さんの指紋が出たってことは、それは偽装だってことだよ。父親から聞いたんだけど、指紋の偽装って結構簡単にできるらしいよ。指をパテか何かで型取りして、それからプラスチックの。バカらしい。殺し屋の指に丁寧にパテ付けなどしていたら殺されてしまうではないか。福沢さん、いいからこのガキを。おじさんは少しは物分かりがいいみたいだね。さて、殺し屋さんの指紋が取れた理由は簡単。秘書さんが殺し屋さんの雇い主だからさ。雇い主。雇い主ならパテを塗るまでは行かずとも指紋採集用の難具を持たせたり、指定の時間にこの建物に呼ぶくらいはできる。待て、あの殺し屋はジッパ人からげのゴロつき上がりとは違う。報酬も桁違いだ。一般の勤め人に払えるような額では。だから払わなくていいんだってば。打ち合わせとか報酬の相談とか理由をつけてここに呼ぶだけでいいんだもの。そこで指紋を取る。あとは別の日にこの部屋に呼び出せばいい。罠だと気づいた殺し屋さんが逃げるところを警備員に捕まえさせる。ほら安上がり。駅前の弁当を買うより安い。あ、そんなこと言ったらお腹空いてきちゃった。最後まで話せ。後で飯をおごってやる。はーい。確かに腕の立つ殺し屋であればあるほど雇い主の名を吐かせるのは難しい。その口の硬さを逆に利用した。ま、いくらなんでも騙されたと知ったら喋るだろうから、その殺し屋さんに聞いてみたら。言いがかりだ。第一証拠がない。